ガリシア州内の一アイジャでアロウサは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で島、コマルカとサルネスに属し、リアでアローサ内に位置する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は4981人。カスティーリャ語による表記は、イスラでアローザ。1996年ビラノーバでアローサから分離し、創設された。 カリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.44%。ア・イジャデアロウサは、ポンテベドラ県の北西部、リアデアロウサ内に位置し、コマルカとサルネースに属する。東の対岸には、ビラガルシアデアロウサ、ビラノーバデアロウサがあり、ビラノーバデアロウサとは、橋でつながっている。自治体の中心地区は、アロウサ地区。ア・イジャデアロウサは、 ビラガルシアでアローサ司法管轄区に属す。住民は1の教区内の14の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア社会党のホセマヌエル・バスケス・バスケス。自治体評議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。市長当選者、ホセマヌエル・バスケス・バスケス市長当選者、ホセマヌエル・バスケス・バスケス市長当選者、 ホセマヌエル・バスケス・バスケス市長当選者、ホセマヌエル・バスケス・バスケスアイジャ・デ・アローサは一つの教区によって構成されている。ありがとうございます。